たわね。ったく、自分に呆れちまうぜ。こいつはおまけだ。熱源反応を確認しました。片付けるぜ。チャンスは確実にね。一丁派手にかますぜ。ほらよ。わっ、やったー、いい調子。あいつを落とせばいいんだな。もう運がないな。舐めてんじゃねえぞ。大丈夫ですか、ミオ。わっ、引くなら今だぜ。こいつで決めさせてもらう。ちょっとばかしやりすぎちまったな。ここですか。はい、これから私は遺跡とリンクします。サラさんは自分の大切な人を思い浮かべて歌ってください。大切な人、わかりました。まあ死、サラさんの歌が私に入ってきます。サラさんの気持ち受け取りました。これで私の役目は終わったようですね。これで3つ目、残りもあと3つよ。よし、順調に遺跡を起動できてるな。
そんじゃ船に帰るとするか。サラも一緒に来てもらっていいか。ええ、これも風の導きでしょう。と、そういやアルトたちにも遺跡を起動したことを報告しないとな。アルト、こちらは歌姫を発見し遺跡の起動まで完了させた。ゲフィオンに帰還するぞ。了解だ。何よ、こっちも遺跡に向かおうとしてたのにもう起動まで終わっちゃったのね。それじゃあ私たちは先に船に戻ってるわよ。遺跡を起動したってことはやっぱり探してた人は歌姫だったんだな。ああ、サラノームっていう巫女さんがしっかりと遺跡を起動してくれたぜ。え、サラノーム、それってもしかして。リオン、急いでその人を連れて戻ってきなさい。迅速に、直ちに、今すぐに。急に慌ててどうしたんだよ、シェリル。サラノームって私のおばあちゃんの姉にあたる人よ。あ、なんだって。おばあちゃん。お疲れ様です。どうにかなりましたね。仕事はこなすさ、一応プロだ。おばあちゃんとは一体どういうことですか。私に孫がいるような年に見えると。そういうわけじゃねえんだ。一から説明しねえとダメみたいだな。リオン、シェリルさんを連れてきました。あなたがサラノームなの。突然現れて何ですか、あなたは。私は。そのイヤリングはマヤンの風の導き手に伝わる石。なぜ島のものでないあなたがつけているの。これはおばあちゃんからもらった。お願い、話を聞いて。だってあなたは。ここが私の生きた時代より50年も未来の世界。地球が星の海の彼方から来た者たちによって滅ぼされた。ええ、驚くだろうけど全て事実よ。私もここの時代の人ではないの。マヤンの海に太陽が昇って虹が蛇を作ると、人の魂は時を超え星を超えてなすべきことを示す。これがマヤンの太陽の導きならば、
私の前に未来の血族が現れることもあるのかもしれません。わかりました。風の導き手としてあなた方と一緒に行きましょう。私がここに来た意味はまだ残されているようです。正直言ってる意味がよくわからねえが、手を貸してくれるってことならよろしく頼む。ええ、もちろん歓迎するわ。そういや、イサムとはどういう関係なんだ？イサムには私が何者かにさらわれそうになった時に助けてもらったのです。あの人は荒削りで乱暴ですが、風の心を読み取る良き精霊が共にあると感じました。いつかまた出会えると良いのですが。ま、殺しても死ぬ弾には見えなかったからな。きっとあいつなら大丈夫さ。おばあちゃんのお姉さんだからサラおばあちゃんでいいわよね。これからよろしくね、サラおばあちゃん。そのおばあちゃんはやめてください。それならサラって呼んでいいかしら。私のこともシェリルって呼んでほしいわ。なるほど、確かにマオの孫ですね。まあいいでしょ、これからお世話になります、シェリル。それとシェリル、あなたには風の導き手を受け継ぐ者としての自覚が足りないようです。もとより私たちはちゃんと聞いてますか、シェリル。クリーフタウンに買い出しに行くんですけど、付き合ってもらえますか？問題ないぜ。俺も買いたいもんがあったしな。あの、どうしたんだ、サラ？私も連れて行ってもらっていいですか？そりゃ、もちろん構わないぜ。その、島の外に出たのは初めてで、この船での暮らしも正直何もわからなくて、少しでも外の世界の文明というものを理解しないといけない気がするんです。それじゃあ私が案内してあげるわ。すぐにでも出発しましょう。あ、ちょっと待ちなさい、シェリル。行っちゃいましたね。どうやって行く気だよ。ちょっと待てよ、シェリル。これを設計した人は本当にバルキリーを愛してるんだと思うわ。あんたも随分マニアックなところを攻めるわね。
作業に取り掛かるから完成を楽しみにしてなさい。ちょちょいのちょーい。ふふん、私にかかればざっとこんなものよ。メカニックルームへようこそ。どの機体を開発する？